水瀬いのりメロディーフラッグ頑張りボン。リスナーの皆さんから最近こんなことで落ち込んでます、こんなことで悩んでますというエピソードを送ってもらい、最終的に私が頑張りボンと励ましていくコーナーです。ということで超お久しぶりでしたがね、皆さんもたくさんいつもお便りでね頑張りボンって言ってくれてるので、私からもみんなをどん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 応援していきたいと思いますよ。では早速こちらリア鉄さんからいただきました。いのりんこんばんは。僕は大学受験を控えている受験生です。学校の先生や学習塾の先生、自分の親や先輩などあらゆる方向からのプレッシャーがすごいです。いのりんは緊張や不安はどのように解消していますか？それと元気が出る一言ください。これからも応援しています。あーもうすごい、なんかもう深夜のラジオで読んでるなんかこう学生からのお便りみたいなやつね。これはね、でも緊張と不安はね尽きないものよ。なんかもうそれをなんかこう、私も祈り町の時に思ったんだけど、もうなんか生きてるっていう風に換算するの。今この不安や緊張、こうね生きてるからこそ生まれてくる感情じゃない？ドキドキとかソワソワとか。だから、あの、生きてるってこう全身に、こう、うーってなって、家で一回、なんかこう、生まれた時の姿って言ってこう、全裸になる！頑張りボン！届け声前うわーって、やってみる。だって生まれた時はみんな裸さ？ねえ、一回こう原点回帰。ほんと初心も初心に帰る。大丈夫、一人じゃないから。じゃあ次ね。